ほう、聖バレンタインか。よい、固着した風習に伝統がどうのと異議を唱える必要もあるまい。遠慮なくいただくとしよう。感謝する我がマスターよ。しかしそうなるとこちらも何か贈り物が必要だな。ならばこれか。ヤギのぬいぐるみだ。ここにいる子供たちに手渡すには血と由来を切り出しにくくてな。そう、スケープゴート、人の代わりに生贄に捧げられたヤギのぬいぐるみだ。気休めにしかならないだろうが、万が一我らの手が届かぬ状況に陥った時もこのぬいぐるみがお前の代わりに命を投げ出すだろう。ベッドの友にでもするがいい。かわいいので生贄にはしたくないだと。本末転倒だな。もう少し愛らしさをカットするべきだったか。